今回サウグだね。まあ、前回もアットドック使ったと思うんだけども。まあ、同じような競技シーンの人気武器だけども、サウグに関してはまあアットドックスと違って、公開マッチでも全然まだまだ人権があるって感じの武器だね。まあ、弾速強化が入って以降、SMG の弾速強化が入って以降、どの SMG も割と息を吹き返したというか、まあ、MX9 ですら、公開マッチで全然活躍できるレベルにはなったんで、まあ、特にサウグはその中でも、デクスタリティでの、まあ、近距離横移動を活かして、まあ、バチバチに、特に C サイドとかその辺、フリークエンシーとかでは、全盛期と言っても過言ではないレベルで、よいしょ、バチバチに活躍できる銃になっているのかなーというふうに私は思うよ。なんだその、え？今いたよね？味方がやってくれたのか？味方がやってくれたくせえな。アウトポイントね。2階にいたな。 OK ダウン。で味方が車庫は押さえてるのでこちら側絶対来るでしょう。登ってくるんかい。しかもリス判定してるな。うちのチームの方が全然キルっていうかダメージが与えられてなかったのか。今さら気づいたけども、今さら気づいたけども、お、なぜかリスがこっち側になったんでラッキーだね。とりあえずタックデプロイだけ置きに行こうか。網網置かれちゃったな。網網置かれちゃったし、なんかやられちゃってたし、残念だね、それはね。敵がハードポイントを出し。敵の UAV、空域に複数侵入。ハードポイントを確保。ハードポイント競合中。敵がライトニングストライクのターゲッティングを行っている。ハードポイント競合中。敵が上空に CUAV を展開。ハードポイントを失った。ハードポイントを確保。ハードポイントを失った。ハードポイントを得点。敵がハードポイントを奪取。ハードポイント占拠。敵が上空に CUAV を展開。ノーマッドを消した。ハードポイント競合中。上空に敵の UAV。UAV とのデータリンクを行え。デスラプターを展開する。リーパーキル。 UAV 50% キル。ハードポイントを特定。敵がハードポイントを取った。敵のタックデプロイビーコンオンライン。ハードポイントを確保。ハードポイントを失った。タックデプロイビーコンを破壊した。ハードポイント占拠。敵の UAV が旋回してる。ハードポイントを取って。ゼロ。キル。敵がハードポイントを取った。敵を排除。ハードポイント占拠。敵の低パッケージ接近。今エネルギーの 50% を使用した。
打ちはできない。運命を受け入れる。タックデプロイビーコンオンライン。ハードポイントを特定。敵を排除。終わりだ。通知する。敵のタックデプロイビーコンが起動。スナイパーヘリが命令を受けた。敵の UAV が展開してる。破壊した。ハードポイント競合中。通信。敵のセントリー稼働。ハードポイントを失った。クリーンキル。通信。敵のヘルストーム接近。ゼロを片付けた。ハードポイントを特定。スナイパーヘリを上空に飛ばせ。スナイパーヘリがそちらの撮影。ハードポイントを確保。ゼロを倒した。ロボットを止めた。ハードポイントを失った。トルクダウン。キル確定。クリーンキル。ゼロをします。敵がハードポイントを奪取。ゼロを始末した。マージスに命令を送れ。デスラプターを稼働させる。狙撃手は攻撃対象。私が操作する。敵のタックデプロイビーコンが起動。 50% 敵のタックデプロイビーコンを破壊した。スコープで捉える。ガッポイントを確保。打ち返せ。敵にスナイパーヘリを破壊された。 UAV 出撃準備よし。 UAV は上空から監視活動を開始する。トルク、キル。ハードポイントを特定。 50% タイムチェック。ハードポイント占拠。マーティス、シャットダウン。弾丸発射。現在地にマンティスを送れ。ハードポイントを確保。トルクだ。ハードポイント強行中。ハードポイントを特定。敵がハードポイントを取った。こちらできない。ハードポイント占拠。ハードポイントを失った。私が操縦する。上空に敵の UAV。 マンティスが無力化された。ハードポイントを失った。マンティスのエネルギー。敵の CUAV を感知。敵の UAV 空域に複数侵入。押されている。
行中。タルク、キル。ハードポイント競合中。エアタックデプロイミーコン、オンライン。ハードポイントを特定。敵がハードポイントを奪取。ハードポイントを攻撃。敵のタックデプロイビーコンを破壊した。マーティスはパワーを使い果たした。ゼロ、キル確定。ハードポイント占拠。 UAV スタンバイ。ハードポイント競合中。終わりだ。見えてるんですかそれ。自分が見えてるのか見えてないのかもよくわからんっていうこのね、この仕様ですよ。ネガティブ、空気に空きがない。ネガティブ、空気に空きがない。味方が窒息しそうになってるのマジで。ってかこれ水中でグラビティスパイクしたらノーマッドを倒した。水中でグラビティスパイクしたらどうなるんだろうねって言おうと思ったら終わったわ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。